豆の入った船味噌船味噌とは、炭水魚の船と大豆を味噌で煮た料理。木曽山線と呼ばれる伊比川、長良川、木曽川中流域、下流域の愛知県尾張地方西部や岐阜県、美濃地方西南部、三重県木曽崎町及び、桑名市長島町などで作られている郷土料理の一つ。愛知県尾張地方や岐阜県美濃地方では銀ブナを使用する。最初に腹綿を取り出した船を、 丸ごと白焼きし、その後、半日ほど水に浸して戻した大豆を敷き詰めた鍋の中に並べ、番茶の煮出し汁で3から4時間煮た後、八丁味噌などの豆味噌に酒と砂糖を加え、さらに2から3時間ほど煮込んで出来上がる。煮上がったフナは骨まで柔らかくなっており、ことに小餅のフナは喜ばれる。船味噌は栄養価にも保存にも優れた冬の味覚として知られている。 それゆえご飯のおかずとして食べるほか、以前は陶器の保存食として利用していた。かつてはこれらの地方のほとんどの家庭で作られ、各家庭独自の味がある郷土料理であったが、船を入手し、食用とする機会が減ってしまった現在では、作る家庭も少なくなってきている。しかしながら、今なお根強い需要があり、同地方のスーパーマーケットでは、 陶器にはごく普通に販売される総菜である。ありがとうございます。